皆さんこんばんは。僕らの移住生活、今日のテーマは伊賀鉄道お月見列車です。でお月見列車は伊賀鉄道友の会が主催していて、で今回このイベントには、勝則くんがボランティアとして参加しています。で僕はちょっと、仕事で参加できなかったんですけども、でこのお月見列車なんですけども、通常の鉄道料金だけで参加できて、でお団子とあとお茶のパックが無料でいただけます。でなんかすごい田舎っぽいというか地方っぽいというか、すごいアットホームというかな感じで、たくさんの人がこの列車に乗って、なんかみんなで盛り上がってワイワイ楽しめるみたいな列車になってまして、で今回すごい大盛況で、団子とかお茶とかもう全部オーロで行きだけで全部もう完売というか全部はけたみたいです。でこれってその和気あいあいとしてすごい楽しいんですけども、伊賀の人だけじゃなくって、全国から来ていただいてももちろん鉄道料金だけで参加できるので、来年とか、他のイベントとかぜひ参加していただければと思います。パン屋さんが乗車されてて、でそこでお月見パンも販売されてます。お月見列車となっております。なお列車付近で本日全車販売、お月見パンの販売、メロンパンアイスの販売を行っております。このお月見パン、メロンパンアイスは全車販売でございます。ぜひお買い上げください。お月見列車、定刻18時35分に銀座市駅、上野市駅を発車したところでございます。ただいまから伊賀丹部、そして折り返し上野市に戻ってきます。これは1往復の間に、いろいろなこの大王便の演奏、バスの独走など、皆さんに楽しんでいただきます。本日は本当にご乗車いただきましてありがとうございます。それでは、伊賀丹部定刻の会副会長の宮崎の方からご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。岩鉄道友の会副代表宮崎と申します。なんでそしたら代表が来てないのということですけども、彼大阪から、こっちへ向かっておりまして、それが電車乗らんと自動車乗ったから遅くなってしまってる。皆さんこれで、やはり電車がいかに大切かというのを、知っていただいたかと思っております。今日はいいお天気になりましてね、九州の名物見ると思います。今までに何回か、こういう催しもやってきましたけども、今日は皆さん本当にもたくさんお集めいただきました。で、その中で、ちょっとお月さんのもの少し遅めですかね、またご連絡もいたします。どうぞこれよりお楽しみください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、ただいまから演奏していただきます村井先生の方にマイクを渡しいたします。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんばんは、改めまして。今日はもう本当お天気良くてね、もうびっくりするぐらい暑いぐらいでしたね。まあ、この日にコンサートさせていただけるので幸せでございます。では、早速なんですけども、ちょっと、無事、共演させていただきます、藤巻さんの方を紹介させていただきます。藤巻さん、画面からご一緒させていただきます。ちょっとおしゃべりをお願いします。改めまして皆さんこんばんは、岩鉄道の藤巻でございます。本日は多数ご乗車いただきまして誠にありがとうございます。去年から、村井さんのバイオリンと、私の歌というふうなことで演奏するようになりました。今年、去年1回限りで終わらんとですね、もう1回やってくれというふうに声がかかりましたんで、今年もこうやってしゃしゃり出てまいりました。また、村井さんのバイオリンで、歌を歌わせてもらえると非常に楽しみにしております。これから、何曲かずつですね、お届けしてまいりますので、最後までどうぞごゆっくり、お楽しみください。よろしくお願いいたします。それではですね、車内灯を打ちますのでご注意ください。ただいまから車内灯を打ちます。一部消えます。往路の終着駅伊賀神戸に到着しました。でこの日はすごいラッキーで、すごい綺麗な満月が見えたんですけども、伊賀神戸駅でちょっと、車掌さんのアナウンスがあって、月が見えますよってアナウンスがあったんですけども、そこで結構みんな降りて月を見て楽しまれてました。余力のある方、もしよかったらホームに出ていただいてお付き合いいただけますでしょうか。ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。このお月見列車平成22年から始まりまして、今回でちょうど10回目の運転でございます。この10回、第1回からですね、ずっと、村井先生に演奏していただいております。村井先生、もう一度大きな拍手をお願いします。もう本当にこの揺れる車内でですね、この演奏するっていう、本当に難しい。私、このそばで拝見してまして、もう足を一生懸命踏ん張って、
で演奏されている姿でも本当にですね大変だというのがもう伝わってきます。まあでも本当にあの村井先生10回ずっと演奏されていまして、本当に感じることはですね、もう今までいろんなことがありました。今日は本当におかげさまで天気に恵まれまして、今日鑑賞していただいたんですが、ある年にはあの土砂降りの雨で全くおつりさんが見えない時もありました。でも村井先生は一生懸命あの車内でですね、あの月は見えなくても演奏していただいてですね、我々に感動していただきまして本当にあの感謝しております。またあの平成からですね令和に時代は変わりましたけども、あの伊賀鉄道がある限りはこのおつり列車は続けたいと思っております。もうこれからもずっとご協力いただいて、おつきみ列車どんどん盛り上げていただきたいなと考えています。また今後ともおつきみ列車、伊賀鉄道友の会主催の他のイベントもございますけど、いろいろとイベント列車を企画してまいりますのでよろしくお願いいたします。本日は、本当におつきみ列車ご乗車申し上げてありがとうございました。どうぞ車内にお忘れ物はございませんようご注意ください。ゴミありましたら右側、出口は右側一帯になります。出口は右側でございます。こちらにご注意ください。